どうもなみさん、お疲れ様です。今回ね、買いたくなる販売者と、この人から買いたくないなって販売者、確かに分かれてると思うんですよ。あの、YouTube を中心に活動してるとね、非常に不思議なもんで、あの YouTube の動画を、私もね、何人かの方をよく見るんですよ、まあ。よく見るんだけども、チャンネル登録をせずに見るっていう人が、私いるんですよ。 チャンネル登録をしてみる人もいれば、この人のは、まあ毎日のようにチェックしに行くけど、チャンネル登録はしてないな、しないな、みたいな形とかね。あと、チャンネル登録はしてるんだけども、ほとんど更新がないよね、みたいな方もいらっしゃったりとか、あと、基本的には私はね、即下塾の塾生さんとか、私がこうやって即下塾を中心にして、ネットビジネスでお付き合いのある方っていうのは、YouTube をやってる限りは、とりあえずはブックマークするんですよ。ういろんな形がありますけども、まあ、不可解なのはね、 せっかくチャンネル登録したのに動画が削除されましたみたいな人がいたりとかねこれは自力で削除してるんですよせっかく積み上げたコンテンツをパーにしちゃってどうすんのかなとかね YouTube やめちゃったのかなとかねあとは更新頻度によってまあどのぐらいビジネスがうまくいってるかってこともなんとなく分かってきたりとかね、うん、それから一時期はものすごく更新したんだけども結局1年ぐらいでやめちゃったみたいなねうん儲かってやめるんならいいんですけどもどっちかっいったら儲からずにやめちゃうんですよね 1>, で1年間やってきて何かしらのね、うん、特徴を YouTube の特徴を掴んでいるならいいんですけどもどうもただ作業をやっただけとかとりあえず量をやっただけみたいなことになっちゃってはたにはね量をやらなければいけないっていうんで量をやることになりますけども量の中から質を取り出しながらじゃないとなかなかねあの視聴者さんとの信頼関係ラボールを築くことは難しいのかなと思います。を、まあ、を通じてて人に影響を与えて でその視聴者さんが何かねアクションを起こす商品を買う何かねあの勉強するみたいな、ね、きっかけになれればなと思いまして私もやってるんですけども必ずしも自分の商品を買ってくださいということではないんですけどもやっぱりね私はねあの発信者としてこの人の商品や塾だったらおすすめしたいなって方がやっぱり出てくるんですよね。まあ、それはやっぱりそっか塾に縁を持ってくださった方とか私がこう見ていてねずっと継続されてる方とか。 それから、失敗から立ち上がった方とか、これから始めようとしている方とか、うん、なんかこう、もう私が応援したくなるような人っているんですよ。それと同じように、同じ商品が出ていても、この人からは買いたいよね、みたいなね。そんなのありますよね。もうそれこそね、商品の質とかなんとかじゃなくって、もうこの人が出すから買うっていう、応援する意味で買うとか、感謝を、 表すたために買うみたいなは,はいじゃあ今回のまとめになりますけどもやっぱりね情報発信している以上普段の無料コンテンツの中でどれだけ視聴者さんに得をさせているかってことなのかなと思いますよね得をさせて得をさせて得をさせて視聴者さんから見るとその仮を作ってる状態みたいなねですから今回は有料の商品ですよとご無理なくご購入くださいっていことになると恩返しのつもりで買うみたいなことが起きるのかなと思いますよねはいまあ何にしてもね どんな情報発信も私は思うんですけども何かの問題解決が入ってるっていうのがポイントなんじゃないかなと思います無料動画の中にも何かの問題解決が入っていてなるほどっていうね気づきがあったりとかそういうことだったのかっていう発見があったりとかする動画っていうのは多分繰り返し繰り返し見ていただけるのかなと思いますしその向こうには商品が出ていったら買うんだよっていう風なねもう買う体制ができてるっていう風な視聴者さんの心理っていうのがあるのかなと思いますとにかくお役に立つ情報を送り続けるだけかなと思う えー、今日この頃でございました。<laughs> では、お疲れ様です。ありがとうございました。